西勇輝、インコース、インコース、アウトコース、アウトコース、攻めがちだから狙い撃ちされやすいって思われます。ついにね、1位ヤクルト、C ヤクルトとの3連戦。前回はね、コロナがヤクルトで発生して、1試合しかね、できなかったんで、C ヤクルトをね、だけそうだったんですよね。はい、3連勝できそうだったんですよ。初戦の青柳さんの神ピッチングのおかげで、今11ゲームね、3あるんですけど、まあ、この3連戦で一気にね、もう8ゲームまで縮めましょう。なんかめっちゃ歓声張ってるから、ワンチャンホームラン入ったかな、これ。ホームランっぽいな、歓声が。はい、ということでね、ちょっともう球場に、ね、入っていきたいと思います。ヤクルトもうついや、はい、やばい3点目いいでしたね。ヤクルト4回までは無失点。西勇輝、どうぞ。ファインプレー、西勇輝、7回無失点、神谷、西勇輝、神谷のマジで、えぐい、95球、神ピッチング、阪神の先発がマジで神すぎる、マジで。連続三振はないやろ。いやー、4点リードしてるけどね。これヤクルトに4点差はそんなセーフティーリードじゃないからな。いやー、ダメ押ししたかったな。スタメンに止めを出さないと。輝く赤の星、何が
ロードリーゲス、ロードリーゲス、よっしゃ、イエーイ、どうだ、イエーイ、はい、一緒に頑張りましょう。よろしくお願いします。